茨城県突入、鹿島神宮に到着。すごい。おお、そばが有名なのかな、ここら辺。ひたち焼きそば有名だと、やっぱそばがねすごい看板があったから。今日は先ほどお伝えした鹿島神宮から牛久市にある牛久大仏に向かって走っていきます。で、牛久大仏をねしっかり見てから埼玉県に入った後に予定は月見神社といって、かなり珍しい神社があるというふうに伺ったので、そこに向かってね走っていきます。月見神社はなんか鳥も狛犬もいなくて、なんかウサギがねいっぱいみたいな、まあ、月見だけあって、月見もその一般的な月見っていう字じゃなくて、調べるっていう字一文字で月見って書くらしいです。違った雰囲気の神社らしいんで、そこにちょっと寄っていきたいと思います。ウインカー取れてたよ。バイク乗りあるあるその1、ウインカーを消し忘れるあるある。これマジでね、意識しててもね、消したつもりでも消えてない時があるからね。まあ要は消してないんだけど、これバイク乗りあるある。よくね道とかでウインカー出しっぱでそのまま走ってるバイクとか見かけてるじゃないですか。あれね消し忘れなんですよ。曲がりたいわけじゃなくて。いやー、結構走ってきたぞ。ただいまの時刻が9時30分。あー、めっちゃ走ってきた。あれから2時間ぐらい、だいぶ上の方に上がってきたけど、まだここ千葉なのかな。ここは何県じゃい。いや、まだナンバー的に千葉ナンバーだね。まだ千葉県か。これね、ちょっと面白いのがあって、亀田コーヒーってね、面白いね。米田コーヒーにめっちゃ似てる。亀田ウケる、マジで。亀のマスコットパンが3枚。亀田コーヒー面白いね。これマジで天気が良かったら寄りたいんだけどね、ちょっと天気悪いから先そこ、もうちょっとしたら川を越えたら、そこがもう茨城県突入になっていくんで、今が愛知がスタートで、愛知、静岡、山梨、東京、神奈川、千葉6県で、茨城が7県目だね。着実にね県数で、あとまだ40県もあるから先は長い。ああ、そうこう言っているうちに茨城に来ました。ようこそかすみへ。はい、7軒目、茨城県突入。もうナビもさ、こんなナビだからもう見にくい。もうネットに入っててさ、もう全然見にくいもんね。これ左か。本来はねここら辺にあった方がこうペッて見えるんだけど、真下だからこうやって見ないと、でも明るいと見えないから手で隠さないと全然見えないや。もうこんなんで日本一周とか、もうほんとアホだ、なめとった。どちらです？出口の横。二輪いくらです？二輪って有料です？無料。ああ、ありがとうございます。はい、到着。バイクはタダということでありがとうございます。さあ、雨が降ってくる前にやっていきましょう。はい、ということで鹿島神宮に到着しました。こちらですね、鳥居をくぐってお参りしていきたいと思います。こちらの鹿島神宮は武神の神様、立見和親という神様を祭神として祀られているようです。武人の神様ということで、武道であったり勝負事に非常に強い神様がいらっしゃるということで、だからここら辺に住んでいる、剣道とか、武術をやられている方は試合前にこちらに参拝に来れたりとか、あとこちら地元の鹿島アントラーズとかがこちらに試合前にご祈祷に来るようです。餌は人参、すごいおー、今から牛久大仏を見に行きたいと思うんですけど、ちょうど12時15分ということなので、食事をね、どっかちょっと探していきたいと思います。時間的にね、今日は食べれるんじゃないかな。でも茨城といったら何なんだろう。あ、喜多方ラーメン。はい、喜多方ラーメン別に悪くはないけどね。でもラーメンか。蔵出し味噌、メンバ、田所城商店、オープニングマクド。ちょっとマック行くには早いな。木の屋本店、年中無休、ラーメン後楽園。そばが有名なのかな、ここら辺。結構蕎麦屋の看板がちらほら。おー、いい感じだね、ここ。どうする？ちょっと蕎麦屋行くか。さっきのとこ U ターンだ。手打ちそば椎名屋とお食事。よいしょ。さあ、お店に入っていきましょうか。ちょっとグーグル先生、ちょっと待っとって。日立秋そば有名だと、やっぱそばがね、すごい看板があったから、茨城県そば有名なのかなと思って、お店の人にも聞いたら、日立秋そばは茨城県のブランドそばで、お店によって、お店というか地域によって味が全然違うらしいです。やっぱ北に行けば行くほど、やっぱその山で育てられたそばはやっぱ寒暖差が激しいので、甘く美味しいって、平地で食べるそばよりは非常に美味しいという話でした。お店によってもやっぱそば粉の割合が全然違うということなので、今回僕が食べたのは8:2で、10割でが好きな方は10割でもいいんですけど、ちょっとパサつくよっていう話だったんで、僕は8:2で全然美味しくいただけたかな。で、あとやっぱ天丼、そばといったらやっぱ天ぷらということで天丼をいただいたんですが、やっぱ天丼うまいね。何がうまいって、タレだよね。天丼ってタレが全てだよ。さあ、もうすぐ牛久に着くのかな。もうそろそろね、見えてくると思うんですけど、見えた。頭が見える、あれ正面でかっ、なんだあれ、すげえぞ。おお、巨大。大仏の中入る？大丈夫？撮ってくれるの？一緒にやつ？